どうもプテラ高橋です。今回は今までずっとねコラボしたいなと思ってなかなか声かけられずにいた方がいるんですけど、ついに叶うことになりました。じゃあちょっと早速呼びたいと思います。自己紹介お願いします。はい、どうも岐阜の異端児ガキです。めっちゃ笑ってるじゃないですか。めっちゃ笑ってるじゃないですか。恥ずかしいというか。うん、いつも ありがとうございます。いつも一人でやっとるのになんかこう人の前で、いや本当ですよ。そうですね、僕も本当に恥ずかしい、緊張してるんですけど、はい、今回は12人部屋恋人ありの部屋で、柿さんとコラボしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。曲は分かんない状態でやっていきますので、そうですね、皆さん楽しんでみてください。はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。俺のチャンネル登録よろしくお願いします。柿さんのチャンネルも貼っときますのでよろしくお願いします。はいはい。で、先ほどの恋人部屋は、もう取り終えて、もう一戦やろうってことになったので、今度は、饒舌な人狼の占い師なしの部屋でやっていきたいと思います。完全にネタ部屋ですね。で、先ほどは、柿さんの視聴者さんの方たちと一緒にやらせていただいたんですが、和やかな雰囲気でとても楽しかったです。で、今回は、僕の視聴者さんを募集して、ツイッターで募集をかけてやっています。で、ミカが柿さんだということは、ね、僕の視聴者さん、他の方は知りません。でね、結構ガチな方が多いから、和やかな雰囲気で楽しみたいんですけど、饒舌な人狼ってね、結構メタ要素があったりして難しいんですけども、まあ、そこもね、皆さんにご意見もらいながら楽しめたらなと思います。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。はい、早速、何の役職が来るのか。カリュド。いいですね。いい役職が来ました。僕は絶対にワードは言わないので、一つもワードを言わずに敵を見つけていきたいと思います。独裁者がいるおかげで、名は足りないとかはあんまり独裁者が生きてる限りはないので、独裁者を守ってあげたいっていうのが正直なところですね。まあ今頃よろしくお願いしますとか言ってるでしょう、きっと。で、こんな村です。市民、霊の狩人、狂人、テルテル、独裁、饒舌、饒舌。30秒前。狂人とテルテルが、饒舌をサポートするような動きをたくさんすると思いますので、しっかりそこのワードはね、ついて、名は4あるんで、もう、しっかりと、全員、つってね、完璧完封勝利を目指したいと思います。よろしくでやんす。こちらワードのプロ抹殺するでやんす。エリックワード言いました。連なる。なぜ、レンガの話を今したのだろうか。デアンス。メリルもだー。ワードが多いぞ。カミングアウト。ほ。エリック。許すでやんす。アンナ様。アンナタンはね、信じてやるでやんす。その高貴なる目で饒舌ちゃんを打ち抜いてほしいでやんす。
教授もテルテもいるのに出ないんだね。エリック、エリック、そうだね。今日多分ワード行って、ワード行って、する回数を使おうとしてる。アンナ、そうだね。普通に人外4人いるから、多分もうクリアしてそう。一番関係ないことを言ってる人はメリルなんて、そうですけど、一番怪しくない。ないかもね。ないかもでやんす。トーマスは結構ムラめ。誰切る？メリル行くの？まあいいかな。ゲールの抹殺が気になる。ま、抹殺なんてワードない。えへん。モブ、ワク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 ジ。ブスは、釣られる。定めでやんす。そして明日は、そして明日は、ゲールが死にそうでやんす。メリル釣りかブッサイク釣りなら、さすがカキさん。ブッサイク釣りなら、ミカはかなり生き残りそう。メリル、ありだな。30秒前。アングル、さ。え、メリル入れてしもうた。エリル入れてしもうたよ。10秒前。お、おめでとう。まあまあまあ、初日テルテル釣れたなら OK。 初日テルテル釣れたならまあいいでしょう。まあ実質的なんで、メリル釣れておめって感じ。まあ黙ってアンナ、安定。ここはアンナでしょう、さすがに。なんでアンナかっていうと、独裁がスタンプ使用してくれなかったので、正直独裁生き残らせたいんですけど、まあアンナかなっていう。で、ゲイルがめちゃめちゃ村目で動いてしまったんで、ゲイル、もしかしたら、狩られるかもしれない。頼む、やめて、やめて、お願い、やめて、やめて、やめて。イケメン、あー、よかったー。よかったー。なんか、荒ぶってる、荒ぶってる。おはよう、おはよう、おはよう。一
イケメンか。てるてるならオッケーや。アンナタン、アンナタン、メリル後ろか。ならてるてる。つまり狂人、狂人黒黒かな。あーでも今日なんか今黒黒がカタカナ予測変換で出てきたから言ったけど、これもなんかメタ感あんのかな。いや黒カタカナなんだよな。でもなんかこれも良くないのかね。いやでも一番目に予測変換で出てきた時どうすればいいんだろう。じっくりじっくり見つけていこう。それカタカナ良くない、ごめんね。黒黒って打ったら黒黒って出た。オッケー。でもルール違反でもなさそうだけどね。例えば饒舌が他の重要ワードを空白開けたりして、その後本ワードをこっそり言うみたいな。こっそり言えば対策できそうだし。公式が言ってるならすまん。まあ探そう。エリックは紳士プレイしてるから釣りたくないけど、割と黒あるんだよな。独裁出したよね。独裁、独裁出すか。延長希望、延長希望、延長希望、延長希望。いやまあわかんないけど、延長希望。まあロディ独裁だったらダメだね。いやでも多分違うでしょ、さすがに生きてんじゃない。いきなり噛む運ある。釣りと人狼行ってるミカンも、ミカ黒もある。まああるね。独裁スタンプ消してほしい。フェイはね、結構あるね。まあ、うん。いや、これは別にいいと思う。ないのね。イケメン。イケメン独裁か。ゲイロにヘイト向けるなら
フェイ返す。ゲイルは紳士だ。フェイかエリック見てる。死んでない人いないな。それもまた怪しいけど。30秒前。エリック生きてエリック生きてーなー。トーマスは怪しく、超村。10秒前。エリックそれはわかる。それはミカわかる。狂人ピピ無理でしょ。するぞエリック怪しいよ。30秒前。あ、 PP は絶対起きない。 PP は大丈夫。 PP は大丈夫よ。10秒前。エリックそうなのか。なら信じてやる。このゲールのマナコが明日黒を見つけるぞ。だから独裁者ロディかよっていうね。ゲルが生まれそう。10秒前。村目トーマスー。なるほどね。結果教えてくれ。おはよう。結果教えるでやんすー。ナイス。フェイのライン見よう。誰だろう。フェイは一応ね、ミカ入れるわとか言ってるから、ミカのライン切ってるように見える。最後
エリックめっちゃフェイ押してたけど、押してたからなさそうね。フェイはジェイ、ジェイには何の関心もなかったけど、ミカジェイっぽいね。一応ジェイは強めだな。昨日死にたがってた。教授なら素直に言いなさい。そうですわぞ。ですわぞ。ゲイル。ジェイ。白状。白状しなさい。する。白状するんですわぞ。するんですわぞ。かしら、いいぞ。いいですわぞ。カミングアウト。ジェイ照れてるか。ジェイ照れてるか。しょぼーん。なら、ならジェイ釣れない。釣れないな。強めだよね。ミカ、それはあるね。独裁者ワードなの？ワードなの？知らなかった。エリックあるな。エリック、フェイ集中攻撃スタイルのライン切りなら見事。ミカタン行くか。ジェイちゃん。ジェイちゃんは釣られたい？てるならしゃあないね。これは勝てないね。ジェイはてるてるだったら見事ですわね。お、終わりかな。カキさんが饒舌だったのかなこれ。30秒前。まさかどうでしょう、カキさんで終わり。カキ、さんが饒舌だったんだったら割と取れたかあったかもね、カキさんは。どう、あ、終わった、ナイス。カキさん、ありがとうございました。カキさん饒舌だったのか。ミカね。あ、メリルが照れてるか。じゃあ、ジェイ今日だね。はい、ナイス。ありがとうございました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 。いやー、よかったね。いい勝負だった。
さはワードじゃないなるほど。メリル初日釣られ感染なしにすればよかったね、ミカさっきはね、カキさんがネタバラシしてたんですけど、まあ、今回もしようかな。名前見たらすぐバレる、カキさん。お題、言ってたね。どうしよう。とりあえずね、ありがとうございました。あ、気づいた、フェイ。フェイ誰？言ってるもんな。ああ、カキさん。アヒンか。フェイ、ミカは、フェイがアヒンか。僕のよく見てくれる視聴者さんです。視聴者さんね。実は、コラボでした。いやー。いいんじゃない？でも動画投稿までは内緒にしといてもらいましょうかね。岐阜の異端児柿さん、ありがとう。ネガクロ。ネタ部屋とちゃんとした部屋取った。こっちはネタ部屋です。これ動画がほんと死ぬ。いやまあ、そうなんだよ。ネタ部屋なのにガチったな、ちょっと。ガチ人狼感あった。予想してなかった。こんな展開予想してなかったからね。LINE とか、LINE とか言っちゃったよ。公式とかね。饒舌に関しては、まあやっぱある程度、メタとかね、メタ系なんていうか、メタとか含まれちゃうから、ちょっとこれは動画を通して皆さんにね、皆さんに意見をもらいたい。よし、女子大生好きとか言って、いやありがとう、かきさん。 DM します。というわけで、今回、柿さんと、コラボ動画でした。とても楽しかったです。また、ね、機会があったらやらせていただきたいと思います。では、ありがとうございました。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしてみてください。ではまた。